船木正勝です。今回は、人を持ち上げる、プロレス技はどうやって練習をするのかということに対してお話ししてみたいと思います。人を持ち上げる、プロレス技、投げとかですね、あとはそのボムとか、おそらくその類になってくると思うんですけども、過去を振り返ってみますと、まずその道場の中には、自分が、いた新日本プロレス時代ですねの時、道場の中にあのダミーといいまして、こう頭があって手がこうついている、その多分レスリング用の、ダミー人形というのがありました。でそれで、バックドロップとかですね、あとはそうですね、ジャーマンスープレックスとかっていうのは、そのみんなあの練習たまにですけどもしてたっていう、そういう記憶がありますね。あとはその、マットがありまして、結構もうこのぐらいの分厚いマットが、5センチ以上のマットが、こう厚いマットが、体操よりももうちょっと厚いマットがありまして、それはあの衝撃をすごくその和らげるマットがあるんですけども、それを使って、あの実際にですね、あのそのマットを使って実際にその、選手の体を使ってその投げの練習をしたりとかっていうこともしますね。実際その自分が、怪我をしまして、それで復帰戦に行くにあ、あのをするにあたって、新しいその、必殺技というか、新しい技フィニッシュホールドを一つの、あの作ろうということになりまして、でその時は道場で、全日本プロレス時代だったんですけども、道場でその合同練習が終わった後に、その若い選手ですね、当時はその自分の付き人がその大和選手でしたので、大和選手をその練習台といいますか、投げさせてもらって、それで今 の, そのハイブリッドブラスターという技をあの作ったんですけども、結構そうですね、いろんなその形で、こういうふうに入って、こうやってこういう形でこうしたらどうかとかっていうのを、その、当時、田中実選手とあの河野正幸選手とも一緒にその組んでましたんで、3人でこうああでもない、あこうでもない言いながら、大和選手をその実験台にして、あのいろんな投げたりとかやって、それで完成したという記憶があります。このぐらいの厚いマットの上に、その技、やろうとする技をそのこう試してみるという、そういうやり方をして、投げ技ですね、ハイブリッドブラスターというその技をあの作ったという、そういうこともあります。あとは投げ技に限らず、そうですね、あの新日本プロレス、昔新日本プロレスで、今 の, その重心、サンダーライガーさんですね、当時自分の先輩だったんですけど、まだ素顔、仮面かぶる前に、あのシューティングスタープレスですね、シューティングスタープレスって、あの回転、逆回転をしてこう下に落ちる技があるんですけど、それを開発するために、あのこういう技をしたいんだなっていうふうに言ってまして、それであの山本小鉄さんにあの頼んで、もう本当にすごい体操なんですかね、あの本当に1メーターか、膝ぐらいまで の, あの高さの、1メーターはないですね、膝ぐらいまでの高さ の, その厚い、多分体操用だと思うんですけど、落下しても全然あのふかふかで、怪我をしないようなぐらいの厚いマットを買ってもらいまして、それでシューティングスタープレスってこう逆回転しながら落ちる練習、技の練習をしてたということもありました。なので、まずはそのマットを、人形、ダミーですね、ダミー人形を投げる、あとはその厚いマットの上であの実際にその、選手を使って投げるっていう感じで、その投げる技、を練習をするのが通常になっています。こんな回答で良かったのか分かんないですけど、そんな感じで、新日本プロレス、全日本プロレス時代はあの練習をしていました。以上、今回は人を持ち上げる、プロレス技はどうやって練習をするのかということについてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。